タコが赤いなぁ。茹で上がってるねー。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。今回はなんと、住むだけでカーボンニュートラルな、超高性能木造マンション。なんじゃそりゃあ、なんかすごそう。カーボンニュートラルというと最近、メディアなどを通してよく見聞きする言葉ですが、その意味は正確にお分かりでしょうか？僕はわかりません。ちょっとカンニングします。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする取り組みのこと。これを実現させるには、排出する温室効果ガスの総量を大幅に削減することが前提となる。まあそうやろうとは思っとったったい。確かに、夏の気温だけで言っても、僕が子供の頃と今とでは大違いですし、気候変動問題が地球規模の課題というのは理解できますが、住むだけでカーボンニュートラルできるとは一体。というわけで今回は東京都練馬区にやってきております。もしかしてそのアパートに住めば、これからの残暑が厳しい時期も快適に過ごせちゃったりするのかしら。タコさんもここまで茹で上がっちゃったりしなくてもよかったりしちゃうのかしら。そんな期待に胸が膨らみます。百聞は一見にしかずということで、早速行ってみましょう。ウェー。というわけで着きました。おー。青い空と白い外観のコントラストがめちゃめちゃ映えてます。空が青いなぁ。どうやらこのアパートはまだ建てられて間もない新築ほやほやらしく、木造とは思えないほど美しい佇まいですね。ご覧の通り建物は3階建てになっていて、家の形のワンポイントロゴが可愛らしい。アプローチ部分は幅にゆとりがあって広々していますね。これなら引っ越しの際の家具や荷物の搬入搬出も余裕を持って行うことができそう。あちらがエントランスかな？手前に集合ポスト。エントランスドアの先に宅配ボックス。その向かいにはサイクルラックが設置されていて、常に整頓された駐輪スペースになりそうです。あれは。足洗い場。ということは、このマンションはペット可能なんですね。じゃあ奥で顔を覗かせている芝生エリアはまさか。ドッグランやないかい。ベンチもあるやないかい。この天然芝はワンちゃん大喜び間違いなし。気持ちいい季節なら、むしろ僕がここに寝転びたいくらいですよ。大事なペットと素敵な時間をここでのんびり過ごせたら最高だろうな。さて、それではそろそろお部屋の方をチェックさせていただきましょう。今回はモデルルームを見せていただけるようです。ということでこちらが玄関。室内は約40平米の 1SLDK になっているようです。失礼します。おー。玄関を開けるとスタイリッシュな空間がお出迎え。奥に廊下が伸びていて手前が土間スペースでしょうか。って土間なくない？資料によると、一応線の部分までが土間になるようです。靴を履いたままのアメリカンスタイルではありませんでした。で、このバケツは傘立てとして使う感じで、お隣にハンガーラックが設置されていますね。向かいに姿見もあって、こちらはお出かけ前のチェック用。さらに奥へ進むと、正面と左右に引き戸が設置されていました。どれにしようか。まずは時計回りということで、こちらの引き戸から開けさせていただきましょう。こちらは、トイレでした。この暖色系照明でひっそりとした感じが集中できそう。トイレはタンクありのタイプがぴったりと収まっていました。トイレットペーパーを3個セットできる、超安心仕様。ということでトイレは以上ですね。お次は正面の引き戸の先をチェックさせていただきましょう。こちらは、水回りでした。ここを感じるような白銀のグレーで統一されていて、落ち着いた色味でありながら洗練さも感じます。鏡も照明も丸いなぁ。シンクは埋め込み型でゆとりがあり、フラットなところもいいですね。いいポジションにコンセントもありです。で、一番奥には洗濯機スペースがスタンバっていました。ここは一つ家電のカラーもモノトーンで揃えるといい感じになりそう。上部に棚もありました。続いてこちらのスケスケでない扉の先をチェックさせていただきましょう。まあ待ち構えているのは王道のあれだと思いますがこちらは。なんじゃこりゃー。バスタブ、ピカーン。なんじゃこりゃー。これはまるで、魔法瓶やないかい。確かステンレスは熱伝導率が低いので、お湯のぬくもりを長続きさせることができるはず。しかも資料によると、そこは二重底になっていて耐久性もバッチリじゃないですか。え？随分風呂に詳しいじゃないかって？だって、風呂系 YouTuber ですから。なんかここおかしくない？なにこれ？おもしろ。てーれててーれててーれてて。いやー、まさかマグネットになっているとは思わず楽しませていただきましたよ。さて、続いてはこちらのブラック引き戸の先をチェックさせていただきましょう。こちらは、おー。普通にシャレと。ここは LDK でした。さすがモデルルームというだけあって、家具やインテリアがセンスよく配置されています。まずは入ってすぐ右のスペースをチェックしてみましょう。はい、ここは収納でした。なるほど。間取り的にここが 1SLDK の S に当たる部分でしょうか。組み立て式の収納ラックがぴったり収まっていて気持ちいい。これは色々と整頓しやすそうですね。鏡もあるので、ここで服装チェックまでできますと。スペースも広すぎず狭すぎずのちょうどいい感じのサイズ感になっていました。ここにコンセントがあるので、スチーマーをかけたり、除湿機を設置しておいたりするのも良さそうです。お次は LDK 側をチェックさせていただきましょう。手持ちの資料によると LDK の広さは約10畳。あらかじめ家具が置いてあると入居後の生活のイメージがしやすいんですよね。僕みたいに家具選びのセンスがないタイプからすると、もうこのまま全部譲ってもらいたくなるんですよ。窓も大きくて最高だし、普段から個性的な物件ばかり見ている僕からすると、いいお部屋だなぁ、という感想になるわけですが。とはいえ、やはり何かがハイテクっぽい雰囲気を感じます。ほらあの辺。リモコンの数エグすぎん。一体どれが何でどうなっているのかわかりません。手持ちの資料によると、まず上部に取り付けられているこちらの機械は、独自で開発した AI 自動制御配応。いきなり先端すぎるんじゃ。なんでもエアコンがこのセンサーと連携されているらしく、あらかじめ設定した温度を常にキープするよう AI が自動で管理してくれて、いちいちリモコンでつけたり消したりや温度設定をする必要がなくなるんだとか。いや、ハイテクすぎ。もちろんリモコンでセットもできるんだとか。ランニングした時や仕事から帰った時に室温と体感が合わない時もありますからね。しかし仮に20度に設定しても、1時間後に自動でセンサー管理に戻る仕組みらしいです。賢いやん。続いて見慣れない機器がありますが、こちらは、デセントラル熱交換換気システムベントさん。なんじゃそりゃあ。もはや何のために何をどうするやつなのか。想像つかんばい。資料を読み込んでみると、こちらはどうやら通気口と連携されているようです。この通気口は、ダクトレス換気になっていて、約70秒で吸気と排気を切り替えつつ、室内の熱を逃がすことなく常に新鮮な空気を取り込むことができ、さらに室内へ吸気される温度が5度下回るとファンに内蔵されている温度センサーがすぐにそれを感知して自動的に排気運転に切り替わるんだとか。はい、賢い人だけわかってください。僕はようわからんばい。でもなんとなくすごか。とりあえずここに住む人は知らないうちに居心地の良い空間を作ってもらえるわけで、これは AI というかもはや、お母さん。いやー、AI によって世の中がどんどん変わっていく時代ですが、こうして目の当たりにすると本当にすごいですね。僕の食事も作ってくれる的な AI 誰か開発してくれないかな。はい、バルコニーの外もチェックさせていただきます。おー。めっちゃ見晴らしええやん。練馬区役所も近いやん。このエリアは住宅街で周辺も比較的閑静なエリアなので穏やかな暮らしを送れそう。洗濯物も余裕で干せそうだし。ぜひここに自動洗濯物干し AI を設置してくれないか。ちなみにこちらの冊子ですが、サンプルがあるみたいなんですよね。なんとトリプル冊子。最近の賃貸住宅では増えつつあるものの、木造アパートでここまでこだわるのは珍しいですね。ちなみに冊子は全部樹脂で中にも断熱が入っていました。これは熱が逃げないだろうな。で、もう一つサンプルがあるようですが。じゃーんってなんこれ。こちらは断熱性能を理解するためのサンプルだそうです。なんか色々重なっていますが、横から見てみると。売上グラフ？右肩下がりやないか。真面目な話をすると、左から順に、内装、内断熱材、耐震壁、構造面材、外壁、これらが組み合わさってできた壁の厚みはなんと、約20センチ、分厚。その結果、驚異の断熱等級に認定されたらしいんですよね。省エネと太陽光発電によってエネルギー収支ゼロ以下を目指した住宅として、ZEC というものがありますが、この ZEC の断熱性能は5以上なので、このアパートはそれをはるかに上回る高い水準だということになりますね。いやー、これは建築会社さんの本気度が伝わってきますよ。さて、お次はキッチンの方もチェックさせていただきましょう。こちらは壁付けタイプのスタイリッシュデザイン、という当たり前のコメントはさておき。見るからに何かハイテクな機構が取り付けられていそうな雰囲気です。資料によると、特筆すべきは、レンジフード。これは、内気循環型レンジフードになっているんだとか。一般的な換気型レンジフードが汚れた空気を屋外に排出するだけなのに対し、内気循環型レンジフードは汚れた空気をフィルターでろ過し、匂いと汚れを取り、綺麗になった空気を室内に戻すことが可能なんだとか。つまりわかりやすく言い換えると、レンジフードの中に空気清浄機が搭載されているような感じでしょうか。なんでそんなことする必要があるのと思う方も多いはずなので説明しますと、一般的な換気扇って結構な量の空気を室外に排気しているわけで、ということは同じ量の空気が外から室内に入り込んでいるわけですよね。となると、夏なら暑い空気が入ってきてしまうし、冬なら冷たい空気が入ってきているわけです。そこを内気循環型レンジフードにすれば、そういった熱損失を防ぐことができ、エアコンの熱効率が大幅にアップするというわけです。今調べました。キッチンのチェックを続けていきましょう。収納は、可愛らしいキッチンサイズとは裏腹に、収納は思い切りのいい開き方ですね。コンロは2口の IH 式で、お隣が作業スペース、そしてシンクが並んでいました。ということで LDK は以上でしょうか。ちなみに高性能システムを搭載していると電気代も高くなりそうなイメージですが、そこはどうやら電気代固定らしく、それなら安心感がある気がします。むしろ家計の管理がしやすくなるメリットがあるかもしれませんね。そういえば撮影しててめちゃくちゃ快適なんですよね。いろんなハイテク機器の効果に妙に納得してしまいますよ。続いてこちらの引き戸も開けさせていただきましょう。こちらは、個室でした。なるほど。引き戸で仕切れば寝室になるし、昼間は開けっぱなしにしておけば、その分広々した LDK で過ごせるというわけですね。常に新鮮で綺麗な空気が取り入れられる寝室。これはさぞかしぐっすり快適に眠れる環境だろうな。ということで以上が、住みながらカーボンニュートラルできる超高性能木造アパートの全容です。改めましてこちらが間取りです。玄関入るとまさに新築といった感じのスタイリッシュな空間がお出迎え。土間は広々していて、段差が全くない新鮮な作りになっていました。廊下を渡った先に水回りがまとめられていて、ステンレスの浴槽ピカーには思わずテンション爆上げになってしまいましたよ。あ、ちなみに補足しておくと、浴室換気も AI の自動管理になっているようです。ブラック引き戸の先はおしゃれで快適な LDK。見慣れない機器のオンパレードでしたが、資料片手に内見を進めていくと、その高性能な設備に度肝を抜かれてしまいました。24時間ずっと換気なんてのはもはや当たり前。AI 管理によって常に快適な環境が保たれていて、もはや賃貸住宅のクオリティとは思えませんでしたよ。木造マンションはこれまでにも数多く内見してきたゆっくり不動産ですが、今回ばかりは、住ませて、カーボンさせて、ニュートラルでよかー。機会があったら真冬の季節にも改めて内見して、その効果を体感してみたいな。あ、そうそう。この建物には非常用コンセントも設置されているので、停電時でも電気を使えるんだとか。すごすぎん。災害にも強いとは恐れ入りましたよ。いやー、今回は学びが多い内見になったな。環境にも配慮して健康的に暮らせるお部屋、これから注目の的になるかもしれませんね。さて、カーボンニュートラルな住宅を内見させていただいたことだし、僕はお菓子買って帰ります。実はずっとカルボーンを思い出しとった。カルシウムたっぷりのお菓子です。今回ご協力いただきましたウェルネストホームさん、内田ハウスさん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。AX やってるの知っとうと？ LINE スタンプも買ったと？そうね。ありがとねー。